ファイルナンバー30、ベンニーヤ。ベンニーヤは、スコットランドの伝承に登場する女性の妖精のことである。アイルランドのバンシーとよく似た妖精で、ベンニーヤもまた、死の前兆、であると言われている。バンシーは、 基本的に家に着く妖精で、身内が死に近いことや、身内の死などを泣き叫んで家族のものに知らせるのに対し、ベンニーヤは人気のない小川や池、湖などに出没する妖精、精霊で、死に近いものの衣服を選択し、血を洗い流すと言われている。伝承の内容は地域によって様々であるが、一説によると、ベンニーヤは出産後すぐに亡くなった女性の霊、精霊で、 本来の寿命の分だけ死に近いものの衣服を選択する運命にあるそうだ。ちなみに、ベンはスコットランドのゲール語で女性、を意味し、ニーヤは洗う人、洗濯などを意味するそうだ。英語ではウォッシャーウーマン、洗濯女と呼ばれることもあるという。見た目、特徴。ベンニーヤの見た目の描写は地域によって様々である。 ある説によれば、醜い老婆のような姿をしていると言われ、また別の説では、若い娘のような姿をしていると言われている。大きさに関しても同じで、スコットランドの高知地方に伝わる有名な伝承によると、背の高い女、などと描写されているが、スコットランドの中部地方に伝わる伝承では緑色の服を着た、丸々とした小さな女、などというふうに描写されている。そして、スコットランドの西側に位置する、 ヘブリディーズ諸島の一部である、マル島とタイリー島に伝わる伝承によると、ベンニーヤのチブサは異常なほど長く、洗濯の邪魔になるので、彼女は洗濯をする間は、チブサを肩にかけて、背中にぶら下げていると言われている。ちなみに、彼女の姿を見た者は、その場から逃げてはならず、彼女に気づかれないように、後ろから静かに近づかなければならないそうだ。そして、 彼女のちぶさをつかみ、口に含んで、私はあなたの養子です、と主張すると、どんな情報や知識でも望むものを与えてくれると言われている。他にも、例えば、誰の衣服を洗っているのですか、と彼女に尋ね、もしも彼女が自分の敵や、憎いものの衣服を洗っている、と答えた場合は、そのままその衣服を洗うように、と言えば、その衣服の持ち主は間もなくなくな,くなるという。反対に、 彼女が自分の衣服や自分と親しいものの衣服を洗っていると答えた場合は、その衣服を洗うのをやめるようにというと、その衣服の持ち主は死する運命を回避することができると言われている。また、ヘブリディーズ諸島の中で最も大きな島、スカイ島に伝わる伝承によると、ベンニーヤを捕まえた場合は、質問に何でも答えてくれると言われているが、その見返りに彼女の質問にも正直に答えなくてはならないそうだ。 さらに、彼女に先に見つかってしまうと、手足が不自由になってしまうとも言われている。